食べた。美味しかった。山根ちゃん、ただいま。食べた？ここに座ってたの？ちょっとラーメンを食べて汗かいちゃったんでシャワーします。カラコンつけます。白石麻衣ちゃんのカラコン。オリーブブラウン。最近お風呂上がりすっごい肌がねピリピリするようになってきた。乾燥がほんとひどいよね。すぐスキンケアしないとかなり突っ張る。髪の毛乾かすよ。ほんといい香り。あーいい香り。乾かす前にヘアトリートメントヘアオイルとかねつけないと。全然変わるよね。つけるのもつけないのも。老毛だからさ、髪の毛を綺麗に保つようにケアをね怠るとさ、ボロボロになってさ髪の毛切れちゃったりしてね、見た目も良くないし。これはねいっぱいつけてもベタつかないタイプのヘアオイルだから使いやすい。なんかここのさ洗面台にいると夜みたいに見えるんで、あっちで髪の毛乾かそうかな。このブラシ友達が誕生日で LINE ギフトでね送ってくれたやつ。結構固めな感じのブラシだからこう頭溶かしててすごい気持ちいいし、ヘッドがね大きいからロン毛にはちょうどいい。今日はね、この後仲良しのお姉さんと一緒にソルトとおはちゃんが今食べ飲み行ってるから、その間準備してロックカフェとかが併設されてるお店があるんだけど、そこに行ってね遊びに行こうかなって思ってるから化粧します。最近ゲットしたミフィちゃんのヘアクリップ、めちゃめちゃ顔むくんでるやないかい。さあ化粧していこう。コンシーラーはナーズの。目の下と眉毛の上。ワンちゃんたちがいないからちょっと寂しいね。やっぱね犬たちがいないと家の中がめちゃめちゃ静か。猫はさこう家の中歩いててもほんとどこに行ったかわからないぐらい足音とかしないんだけど、犬たちはもうカタカタめちゃめちゃ走り回る音とかがするから、犬たちの生活音がしないとなんか変な感じ。今日はクッションファンデ。ポン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 。このクッションファンデもすごい密着度高くてね使いやすい。冬でね乾燥するから今日はパウダーとかは塗らないでいこうかなと思います。でノーズシャドウ。この間地震があった時家のエレベーターが止まっててさ、案内の紙とかも貼ってなかったからどこから家に帰ったらいいか分かんなくて、非常階段が分かんなかったからどこなのか。ああいうのはね事前に知っておくのが大事だね。今回知れたからよかったけど。ハイライト自然な艶めき。割れちゃった。このシャドウは若干グレーっぽい感じのパレットだからめっちゃ使いやすい。普段使いめちゃめちゃしてる。眉毛を描きます。セザンヌのね超極細アイブロウなくなっちゃったから新しく買わなきゃいけなくて、なんだけどまだ買いに来てないからね。今日はエスプリークの眉ペンシルで眉毛を仕上げる。あとはまあリップ塗ってメイクは完成かな。じゃあちょっと髪の毛をやって着替えます。
気が入ってます。お土産もらっちゃったね。今からタクシーに乗ろうかな。多分右の方なんでここで大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ここで大丈夫です。ありがとうございます。楽しみだね。よいしょ、合流したよ。行きたいね。おはぎの目が潰れてる。痛いよね。痛いよね。おはぎ？あ、おはぎ。おはぎ？色がこっちがソルト色だから。そっか。到着。すごい清潔感がある店内ですね。来たよ。こんにちは。すごい、これをつけよう。ちょっと待って、かわいすぎて今。お願いいたします。このビーフを、はい、L、あとこのバースでヨーグルトケーキ、あ、どうしよう、この2つにします。このケーキが3種類ですね。あ、じゃあバナナとサツマイモにします。バナナとサツマイモですね、はい。かわいい。楽しい、食べてるとき。これで満足してくれ。普段どういうの食べてる？カリカリのドッグフードです、なかなかこんなの。そうだよね。すごい、おはちゃんペロリ全部食べた。すごいよ。すごいじゃん、食欲。着いたデルフィー。どうでした？思ったより良かった。いや、本当、私も思った。結構バラバラに言われるかなと思ったけど、あれ意外と、安心感与えてくれましたね。話すのやっぱ上手ですね、ああいう占いの人は。占いも終わったんで、ちょっとお腹が空いたからご飯を食べに行きます。美味しそう。海鮮。いろいろある。求めてた感じですか？求めてた感じ。よかった。乾杯。上にいっぱい。居酒屋っぽいですね。居酒屋っぽい。安いよね。いくらですか？1500円くらい。え？安っ。魚専門店だけありますね。おいしい。焼きそば好きだよね。焼きそば好きですね。ずっと焼きそば好き。あ、でも昔から好きかもしれない。焼きそば食べると美味しいって思うよ。どこの焼きそばですか？作るやつ。そう。まるちゃん。まるちゃんと動画で言ってた。鉄板麺。鉄板麺かな。島田屋。そう、島田屋って書いてあって、同じやつかわかんないけど、すごい甘かった。そう。お好み焼き味みたいな。そう。簡単で美味しいのがあるって一番いいよね。なんかある。簡単で美味しくて、結構人にも出せるくらいの。一個美味しいのあります。簡単で、茹で時間5分みたいなぐらいのパスタに塩コショウを振って、ツナ缶お酢をちょっと入れて混ぜるだけで激うまです。マジで？嘘。食べてください。ツナ缶だけでいいの？あと玉ねぎとか入れたらもっと美味しいけど。玉ねぎは生？ちょっとレンチンしてもいいかな。とりあえず茹でて、麺茹で上がったら塩コショウ結構多めに振ってもいい。でツナ缶も全部入れて、でそこに玉ねぎとかも、まあ、お好みで入れて、でお酢入れて混ぜしたらもう終わり。お酢入れるのがポイントなんだ。お酢がポイントです。マジで？でもそんな酸っぱいほど入れない方がいいかも。めっちゃ簡単だし、すごい美味しかった。やってみる。明日やる。すごいね。いただきます。うん、エビが入ってるのは強い。家で一人でご飯食べるのか、何作るの？でも本当ああいう感じで手が汚れない、包丁使わない系、なるべく使わない系だから購入して出来上がりみたいな感じが基本的に。焼きそばとかも生麺だけ買ってきて
けて、お好み焼きのソースとかピスタソースとかいろいろ混ぜて、オリジナルソースを食べたりしても面白いから、そういう食べ方が面白いし、外食のある意味勉強になりますよね。こういうドレッシングとかも、これ美味しいかもと思ったら何が入ってるんだろうって考えて、あ、これは砂糖とじゃあくるみっぽい味だなとか、じゃあこれミキサーにかけたら美味しくなるんじゃないかなとか考えたりとか、すごい偉い。今何食べたんだっけ。カキ。カキだ。あとあれだ、クロッケも食べた。おいしい。おいしい。